りました。この後17時からはウェザーニュースライブイブニングが始まります。お次のキャスター呼んでいきましょう。檜山沙耶キャスターです。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します。今夜から明日のお天気、週間のお天気まで一緒に確認していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、昨日のキャスター対抗紅葉フォトコンテストの振り返りを行っていったんですけれども、はい、昨日初めてみんなの作品を見ることができて、はい、あ、みんないろんなところで工夫しながら撮ったんだなっていうのが伝わってきましたけれどもそうでしたね。さやっちはどうですか、この後の番組 で、そうです。この後の番組で自分の投稿した写真を紹介する予定になっています。あ、なんか10分って本当に短いよね、はい、そうですよね。どこで撮りましたか。私はあのスタジオ の、あの近く の、なんかの並木のところであ、じゃあ比較的こう撮る資料がたくさんある場所で撮る資料がたくさん。どこで撮りました。私逆に10分短いって感じなかったんですよ。余っちゃった。長く、はい、あの全然あんまり紅葉していないところだったので、あ、もうだいたい決まってきてて、撮るところが、うん、あの裏の方行ったってこと。そうです。のんちゃん側だ。のんちゃんもそっち行ったってさっき。本当ですか。なんか私が行ったところは特に全然紅葉していなくて、頑張って頑張って紅葉しているところをこう、ね、拡大したりとか、あとあの自然に頼っていろんな場所に行きました。うんうん、なるほどね、はい、そう迷ったんだよね、どっちに行ったらいいのかなっていうのが、うん、意外とこの辺のこと知らなかったなってだみんなの写真見てもこれどこだろうって分かんない写真結構ありました。そうでしたよね。あそこかって意外とならなかったっていう、ね、こんな場所あるんだって。いろいろスポットがあるんでしょうかね。そうだから多分今まであんまり気にしてなかったけど、うん、いいスポットっていろいろあるんだろうなって思うので、そうですよね、人によって目線が違っていてまた面白いですよね、うん、そっか、裏のじゃあ紅葉色づきのスピードって結構違う、ね、そうなんです。結構確かにそのアイリンさんの行かれたところだと結構なんか咲いてるとかの、うん、咲いてはない、色づいてね、色づいてる、色づいてねそうなんだ、後ろどうなってるのか見に行きたくない。今は結構またね、はい、ちょっと前でしたもんね。また変わってそうですよね。そう、うん、天気も晴れてる日でみんな撮りましょうっていうルールがあったので、はい、ちょっと前に撮りに行く日がもうスケジュール組まれてね、そうですよね、あなたはこの日ですよ結構カツカツでしたよねちゃんと決められてたので。そうでしたよね。そうなんだ、うん、もう気になる、見に行きたくなりました、どうなってるのか。今でももしかしたら色づいてるかもしれないです、もっともっと。あ、はい、でももう一回やり直していいよって言われてももう分かんなくない。分かんないですもう引き出しないなって思っちゃう。あとやっぱり上手な人はどんな場所でもうまく撮るかなと思っていて、うん、ゆかりの写真見て思いました。綺麗でしたよね。あ、なんかスマホでもやっぱり上手い人って上手いんだって。そうですよねでもアイリンさんも上位でしたよね。お、ほん、あ、え、ですよね。でも、はい、なんかあのリーグ戦があったんですよね、はい、決勝ではね3位だったんですけれども、あ、素敵、でも良いですね。どこで撮ってもビルが映るのがやっぱりバランスが難しくていやでも逆にビルが映ることによってこの対比が美しいですね。あ、いやもう本当今回加工は NG でしたけど、ね、加工 OK だったら私はもう消したかったこれですか、ビルですか。なんかバランスが難しい、なんかこう画角ですかね、ごてーってしちゃうんですよね、うん、なんかよく言いますよね、なんかカメラの対角線上になんかって言いますけど、ね、そう、多分この余白とかをうまく使ったらいいんでしょうけど、でもこれでもすごい綺麗ですよ。いや難しくて郵送してもおかしくない。いや、そんなことはないです。やっぱり上手い人って余白上手いなって。そうですよね、ね、思いました。ゆかりんさん綺麗でしたもんねすごく上手、空の青さも違ったように見えました、うん、ね、私なんかちょっとこれ見ると霞んで見えます、大丈夫かな、この後この後ね、どれがさやっちゃんの作品か、まだ ね、まだ未公開です、まだ発表していないので、はい、じゃあこの後イブニングの中で発表ということですね。そうですね、ちょっと楽しみに皆さんご覧いただければと思っております、はい、楽しみにしててください。ドキドキ、はい、ということでここまでウェザーニュースライブアフタヌーンをお届けしていきました。この後よろしくお願いしま す。さあ雨のところまだまだ多くなっています、近畿から東日本は広く雨の報告寄せられていますので、帰り道のお天気はイブニングでご確認ください。それでは引き続き素敵な日曜日をお過ごしください。